こんにちは。今日の切り抜きニュースは、さっきツイッターでも書いたんですが、ちょっと誰がどの事件に被害者になったかっていうのは言えないんだけど、警察に止められてるから。ただ今月2件警察に刑事告訴状を受理してもらってます、はい、市長はね、捜査の妨害になりかねないので言わないでって言われてる。それ以外にも、うん、ちょっともちろん斎藤君に話してるんだけど、いっぱい言いたいことがね。まあそうですね、もう面白いネタと言ったらあれですけど、ストックがたくさんありますね、はい、報告したりストックがいっぱいあります、はい、だから報告できないことっていうのは基本的に警察絡みだと思ってください、うんうんうん、ただそこで報告できないからといってマイナスなことではなく、うんうん、あのむしろプラスなことだと、ね、うん、ということで、実は早く、ね、皆さんここはしたいんですが、ね、だから僕が記者会見に出てないのは実はそれなんですよ、うん、ちょっと言っちゃうから、うん、それで記者会見に出てないだけなんですね。喋っちゃうんですね。聞かれると喋っちゃうから、それでちょっと記者会見で質問されて生放送で喋ることは、ね、ちょっと警察にも言われる可能性もある、ね、せっかくね警察一生懸命動いてくれてるのに、うん、僕が喋ることによって相手側が証拠を隠滅したり、あのいわゆる証拠を、ね、消したりとか口裏合わせをしたりとかっていうのがあるから、まあ、ちょっと 言わないでと言われてるのであって、うん、警察の捜査の妨害になるので、だから聞かれたら言っちゃうからちょっと今出ていません、はい、すいません、あの楽しみにしてらっしゃる方たくさんいると思うんですけれども、はい、楽しみにしておいてください、はい、立花隆は逮捕間近とかいろんな噂がありました。しかし会見に出ないのはやっぱりおしゃべりが原因でした。それではご視聴ありがとうございました。 NHK をバッター、はい、ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。